ライジン K1 サッカーラグビーその他もろもろお客さんを入れて開催していますが飲食店が制限されてますそこについて聞きたいですまあ俺は最初から集団で飲食とか集団でみんなでワイワイしてそういう活動しなければ 別にお店も休業する必要ないし、お酒も出していいんじゃないのって俺はずっと言ってます。あの、お一人様でお食事とかを今は習慣づけて、コロナが収まるまではみんなでワイワイ会食っていうのをしないっても国民がみんなで決めて、あの飲食店でもこうワイワイギャギャ騒いで飲み会とかしないっていうふうにしてれば、明らかに感染数減っただろうなと思うし、お店も普通に通常に営業できて、売り上げもある程度期待できたんじゃないかなと思います。 みんなが欲張ったんじゃないかなと思いますけどね。政府は政府で故障とかをやっぱり最初渋って、渋ったくせに制限したから不満が起きて、給付が遅れて、さらに不満が起きて、で、ずっと長くダラダラと大して効果のない自粛期間になっちゃったので、 で4人までとかかっって認めちゃったから4人で飯食って飲んでりゃそれは完全なんか多分止まんないだろうしそれで結局何回も緊急事態宣言やって信頼を失ってるし分科会とかもやっぱり結局分かってなかったわけでしょ分かってないからこんな事態になってるわけじゃん本当に分かってて対策をきちんと指示できてたんだったらこんなことになってないわけでみんなちょっと未知のものに対しているっていう意識が低かったんじゃないのって俺思うけど。 なんかみんな分かってるようなふりして、結局分かってなかったし、感染源も結局いまいち分かってなく、だらだら、これは大丈夫、これは大丈夫って言ってたっけ結局ダメで、最初の頃だって俺ね、地形かなんかの番組で、どんな対策してますかって言って、僕はとにかくマスク、人と会うときは絶対にマスク。 着用ししててさないようにしてできる限り手,手指消毒して口鼻目とか粘膜を触らないようにしてますで買ってきたものとか触れたものも全部消毒して洗うようにして自分がまず感染することから遠ざかることそれから避けることで人になるべくうつさないように活動することだから大人数でご飯食べたりしないみたいなまあ何度か会食したことあるけど大人数で何つうの狭い部屋でとか 他の飲食店の人たちとこう、ま、わーって交わりながらとか、そんなことは一度もしてないし、ほんと個室で換気のしっかりしたお店で、1テーブルずつ分かれて食べてたりとか、1人で自分はテーブルを使うようにしたりとか、ずっと気をつけてたので、まあ、1回だけ同じテーブルで3人で食べたことあるけど、それも短時間でほんとにお酒飲まずに食べるのみっていうふうにしてたこともあるし。 うん、だからそういうなんか徹底した対策をそれぞれをしてくれってお願いをしてで、経済守るためにみんなでご飯食べるっていうのはもう我慢しましょうっていう、これが収まるまでは我慢しましょうって言って、それでみんなで経済守って、生活が苦しいっていう人を亡くして、そしたらお酒禁止なんて言わないで済むわけで、でお酒飲めやいうは一人ずつで、ワイ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 しなきゃいいだけの話だから、それは今更になって、そんなの苦しいですって言うのかもしれないけど、 最初の一年頑張ってたらもうまあまあ抑えられたんじゃないのとかって俺は思うんだけどね。でもそれを言った時、テレビに出てきてたその専門家の人たちが鼻で笑ってたから <laughs>、それはやりすぎですね、とか。今言われてること全部じゃん。今必要ですよって言われてんの。俺がやってたことって本当にほとんど全部正しかったけど、その時本当専門家とかお医者さんとかさ、医学の人とかもみんななんか、いや、そこまでやる必要ないですけどね、みたいな鼻で笑ってたから。 なんでそんな分かんないものに対して自分たちの意見が正しいと思い込んでんだろうっていう感染するかもしれない空気感染するかもしれない飛沫感染するかもしれないものに対してできる限りの措置は自分で取っておくっていう最低限じゃんそんな必要なことなのになんでそれをあの頃にする必要ないみたいな論調を番組で提案してたのかなっていまだに思ってるけどあの時の番組の人たちみんな呼びたいもんねもう一回。 みんで、あの時のことどう思ってんですかっていう質問したいよね。なんか俺そういうとこからじゃないかなと思ってる。なんか間違ったのは。俺が正しいとかそういうことを言いたいわけじゃなくて、やることやってりゃこんなことにならなかったよねっていうことだよね。そういうふうに思ってます。百獣の王国家系層のケイジョンチャンネル始まるよ